皆さんお疲れ様です、スターライトと申します。今回はですね、結果が届いてからちょっと1日遅れてしまったんですけれども、第34回ですかね、昇級試験振り返っていこうかなと今回は思っております。はい、早速、昇級試験の画面の方に、行きたいと思うんですけれども、はい、自分の方は百勝というところで、きっぱりここで、今回はやめました。はい。で、一応個人報酬、を、一応ゲットして、で、終了というところで、ですね。ですので、1881位と。ちょっとね、さっきからちょいちょい噛んでるんで、お気づきの方いると思うんですけども、最近ね、ちょっとね、滑舌がちょっとね、悪くてね、もう噛みまくりなんですけども、すいません、皆さん、ご了承いただければなと思います。そうですね、順位見ていこうかなと思うんですけれども、今回もツイッターですね、フォローいただいている方とか、YouTube の方でコメントいただいたりとか、していただいている方たくさん、入賞しておりますので、ちょっと飛ばしちゃってる、方ももしかしたらいるかもしれないですけど、申し訳ないですが、見ていこうかなと思います。そうですね、1位、ソキさんですね、おめでとうございます。ツイートも見させていただきましたけども、本当お疲れ様でした。おめでとうございます。2位ですね、ゆうさん、お疲れ様です。お疲れ様です。おめでとうございます。そして4位のレイラさんもですね。おめでとうございます。お疲れ様です。柳さんもですかね。お疲れ様です。あとは、10位の 14RY さんですかね。お疲れ様です。ヒロさんもですかね。お疲れ様です。15位の方もそうですね。お疲れ様です。おめでとうございますというところなんですけれども、あとは結構多分おったと思うんですけどね、なおさんもそうかもしれないですね。浩平さんもちょっとそうかもしれない。ツイートを結構見させていただいている中で、その時覚えてるんですけど、ちょっと時間経つと忘れて、しまってるというところがあるんですけども、なるべくいいねもさせていただいておりますので、おめでとうございます。そして椎名さんですね、お疲れ様です。もうここまでまた、入賞されているということはもうさすがですよね。おめでとうございます。お疲れ様です。あとは、誰かいてはったかな。以上ですね、というとのは嘘で。冗談です。お疲れ様です。ワンさんですね、44位、入られております。お疲れ様です。ツイートの方でも、いいねさせていただきましたけれども、しれっと入ってるというね。ワンさんの方の、チャンネルで動画ももう出されておったので、ちょっと自分の方も、紹介させていただきました。おめでとうございます。お疲れ様です。本当ね、自分もね、一回だけ、入賞したことあるんですけど、それ以外が全然できてないんで、ちょっと恥ずかしい限りなんですけども、おめでとうございます。人気順もちょっと見ていきましょうか。なんかどうやらお知らせでも来ておったんですけども、配布のナルト、これですよね。が1位で来ておるというところで、やっぱり結構使いやすいキャラではあるかなと。思いますよね。潜在解放も、あり、その、被りもね、結構今のガチャで、被っていくというところが、あって、結構所持されてる人数が、もちろん全員所持されてるので、そのいう意味では、1位に入ってくるのかなと思います。2位の、あかんな。すいません。2位の給油ナルト、ですかね。これはもう、いつも入ってる。キャラですよね。そして3位、4位と、最近のキャラが来ておるんですけども、5位もそうですが、ね、この4位の、かぐやですよね。やっぱり、今回の昇級試験をハイライトしていく上で外せないところかなと思っておるんですけども、このかぐや。やっぱり、新人キャラに対してはかなり強く出れるというところが、あると思うんですけども、自分の方は一応編成ですね、新人キャラは、入れて おらなかったんですけれども、これが来た時は結構、しんどかったかなと思います。あとは、そうですね、2回行動する前、確かそうですね、2回行動した後は、いけるんやったかな。なんかそんなんやったっすよね。そんなんすね。あとは、そうですね、このマダラも、ってとこでしたけれども、このイタチですよね。エイド転生のイタチ。これはやっぱり、素早さが相当速いんで、
結構きつかったかなと思うんですけれども、まあ自分の方もそれ編成しておりました。あとは、あとはそうですね、ここには入ってないんかな、入ってないですね。あれですね、イタチ、ソウのイタチが出てきた場合は自分は編成上結構辛かったかなと思います。まあというのも、まあ、見ていきましょう。今回の編成なんですけど、まだ残っとうかなちょっと不安になってきたっすね。残っておればいいんですが、もしかしたら消したかも。あるっすね。うん、これっすね。これですね、言うてもね、何回も、何回前かな。もう多分4、5回くらい前からずっとこの編成で、行っておりますが、まあ、ソウのイタチが出てきた場合は、このトップの、隊長のイタチがまずやられてしまうんで、ちょっと辛いかなっていうところが、まあ、ありましたね。うん。まあ、ただ、その、イタチプラス、その、破身の、かぐやとか、その辺がセットで出てきた場合は、結構、苦戦はしましたけども、まあ、なんとか、いけたかなと、安定してたかなと思います。まあ、この辺の、パーティーもちょっと使おうかなと思ったんですけども、まあ、この辺の下の、これで、もう100勝いけたんで、まあ、当初の予定からして、100でもやめようと思ってた部分があるんで、まあ、ここら辺は、まあ、もっとね、リング相当が、まあ、揃ってから、まあ、試していこうかなと思っている感じですかね。まあ、次回もしかしたらこっちでするかもしれないし、まあ、一応これもずっと安定はしてるので、まあ、キャラが、まあ、当たったりとか、まあ、新規キャラの兼ね合いで、まあ、まあ、変わっていくと思いますけれども、まあ、今回はこれでいったかなと。いうところですね。はい。まあ、というわけで、そうですね。まあ、昇級試験のお話と、まあ、順位ですね、振り返って、まあ、勝手ながらなんですけども、振り返させていただいて、まあ、人気順とかも見ていたわけなんですけれども、皆さんどうだったでしょうか。もうお疲れ様です。まあ、昇級試験がね、やっぱり月1か、まあ、月2回とかになってくるんで、まあ、どっちかでもね、頑張れたらええかなと思うんですけれども、まあ、なかなかっていうところで、毎回毎回言っておりますけれども、まあ、最後にですね、チケット、1枚回して、終わりにしようかなと思うんですけれども、まあ、星5以上、承認確定チケット、これですね。まあ、安定の星5を見せて、最後は終わるかなと思っておるわけなんですけれども、虹タップで。まあ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 、なかなかですよね、これはね。水道、お前たち。これ、持ってたかな、持ってたかな、もう分からんレベルですね、これは。あ、持てましたね。はい。というわけで、昇級試験振り返ってみたというやつと、まあ、最後に、まあ、おまけでチケットガチャ、引きましたけれども、まあまあまあ、一応ね、75個意思あるんですけれども、まあ、ちょっと我慢しようかなと思ってます。もうちょっと我慢して、自分が引きたいなと思うガチャが来たら、また今度引いていこうかなと。思っておりますので、まあ、そして前回の動画でも言いましたけども、これに関しては、ツイートをさせていただいておりますので、概要欄にも一応載せておきますので、もしよろしければ、ツイッターの方もフォローいただければなと思います。はい。まあ、というわけで、この辺でですね、この動画の方は締めさせていただきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。